嬉しいです。でもたくさん出られましたとっても嬉しいです。なんかいつもいる人みたいになるんですけど、でもいっぱい出られるのがすごい嬉しいので、うわっ、なんかチンアナゴみたいなギフト来た、ありがとうそうなんですよ。でも嬉しいです。でもね、ちょっと土日でなんか、そうなんですよ、ポジションも変わるのでちょっとやばいっていう、本当に本当に頑張りますうん、あーチンアナゴがなんかペチペチってありがとう。そうなんです、生誕祭もあったりね、帰りの楽しみですね。そうなのだから、わっ、いて、ありがとうございます。うんそう、今日なんですけど、さっきね X で見た方もいるかな、あっ、マフラーなの？やだ、恥ずかしい。マフラーだって。ありがとう。そうなんです。実は今日ですね、今日のすごく大事なお仕事があるって言ったじゃないですか。実は今日 NST さんで NST で放送されるキックオフ新潟の収録がありました。わーわーわー、すごいすごいんですよ、うん、そうなんです、今年も出演させていただけることになりました。ありがとうございます、嬉しいそうなんです、なんと野沢さんと収録させていただくっていう、しかも放送日がすごくて、放送日が開幕の日なんですよ。開幕戦の日、2月24日の、そう、ほんと開幕直前ですそうなの、すごく楽しみです。そう、あの野沢さんと収録させていただいたという、キックオフ新潟です。去年も出演させていただきました。放送日が2月24日の日です。開幕前です、開幕直前です。野沢さんと、あと日刊スポーツの小林さん、去年も一緒に共演させていただいたでした、そうなんです、時娘をお渡しさせていただきました、お二人に。あと CD、 そう、今の最新シングルは8月リリースのね、別、いや、なんかもうあれから1年、もう1年経ったのかって思った、すごい嬉しかったな。でも今年も、本当に今年も出演させていただけると思ってなくて嬉しかった。たくさんお話ししてきました。おい、ちょっと待って、タワー来た、なんで、ねえ、ありがとう。
読ませていただきます。あ、 NGT49 カズタワーありがとう。なんかタワー来たんだけどありがとう、タン押したわカズタワーありがとう、キックオフタワー嬉しい、ありがとうおめでとうタワー、キックオフ新潟おめでとうタワーですか、うん、ほらそうなんです、素晴らしいですね、タン押しタワーですおめでとうタワーありがとう、嬉しい、今年も2年連続で見てねそう嬉しい、うん、そうなんです。でそうなの、明日はまた朝から収録が、収録ロケ収録が2つあって2つあって嬉しい、すごいんです、今週はだからすごくねたくさんいろいろあるんですよ、そうギュッて今週にギュッていろんなお仕事がギュッて詰まってて楽しみなんです、うん、そうで明日はそのロケと収録終わりにもう一個お仕事もあって結構夜遅くまでなんですよ。あ、頑張る、私頑張ります。いやびっくり、私もこんなに今週すごいですね、今週はありがたいことにお仕事がいただけて嬉しいです、すごく嬉しい、ね、爪キュッて詰め込んでます詰め込まれてます明日は、うん、そうなんか3月は本当に公演もいっぱいあって、本当に体調に気をつけないとなって思う、公演休みたくないし、絶対にお仕事も休みたくないから体調には気をつけます、うん、十分気をつけます、本当にそうなの、花粉症はちゃんとお薬もらって、そうだから大丈夫、うん、お仕事あるから公演控えますかとか聞かれて、あ、うん、全然全然なの、うん、むしろ私はいっぱい公演出させてくださいっていつも言ってて、そうだからいっぱいなったありがとうございます。昨日はね何時くらいかな、2時とかかな寝たの、うん、なんか昨日遅く寝るの遅くなっちゃったんですけど、こうなんか起きちゃって途中で朝方も、うん、そうそうそう、今日お昼は今日何時に起きたかな、でもそんな、うーん、今日何時起きたっけ、そして今日何食べたっけ、今日は待って朝はそんなに早くなくて9時くらい起きたかな、うん、そう明日はねもうちょっと早いんだけど、あ、うんと、お昼はなんかちっちゃいパンがあって、でそれ食べて、あとなんか柚子的なもの飲んだ、柚子ジュースみたいな、柚子ジンジャーみたいなジュース
飲みました、そうで帰りにカフェラテを飲んだそう、あの帰りに欲しかった本を買いに行った、あったで、あのおしゃれにカッコつけてカフェラテを飲んですいませんでしたそうだから今日もうご飯食べ忘れてて夜いっぱい食べましたよ、夜いっぱい食べたそう気づいたら、あ今日は何も食べてないなって思って、カッコつけてすいません本当。なので明日は、明日そうだちょっと覚えなきゃいけないことがある、台本を覚えないと、この後頑張ります、いや全然食べ忘れたんじゃないな、ご飯あの気づいたらもう夕方だったっていうだけですそうだから食べ忘れたんじゃないねこれは、気づいたらもう夕方だったみたいなでもいいよね痩せられるし そうなのね、今日は集中してた本当に、でも収録、キックオフ新潟の収録楽しかったです、楽しかった、なんかちょっと楽しく話せました、私さこういう口になりたかったの、なんか笑う、なんかこういう口の人いるじゃん、私の推しメンが口がこうなるの、ここが、いやアヒル口じゃなくてエクボでもなくて、なんて言うんだろう、なんかそう口角がすごい可愛いの、こうやってキュッて上がって、ここの口角がキュッてなるのがめっちゃ可愛くて、いきなり何の話って感じなんだけど、こうなりたかったっていう話、口角かわいい系、あ、ヨダさんです、あのみんなヨダちゃんの口元見てみな、めっちゃかわいいから、そうなんかもっとかわいい顔がいいな自分、あ、そうスタッフチャットさんにで私の写真が出してくださったみたいで、私の写真を、私がはっってご飯食べてる写真が、いや違うんだよね、なんかね、私の好きな人ってあのアイドルさんで好きになる人ってすごい私が理想とする顔のなんかこうなりたかっ
ったな、こういう顔になりたかったなって人を好きになるんですよ私多分そう、そういうことなんです。私は、私が好きになるアイドルはなんか私がなりたい、そうこうなりたかったなみたいなうん、何系なんだろうね。でも私可愛い系、綺麗系、分かんないそうでも私の好きになる人ってすごい系統でも似てるって言われる、好きになるアイドル、うんあーざっと系、え、なんだろう私、あー、うん、でもあざとい、あざとくなりたいってわけじゃないんですよ。そう、でも確かに好きになるアイドル結構あざとい方多いかも、あざとかわいいうん、ね、ふわふわ系、確かに自分にないものを求めるってるのかもな私うん、ボリュームある人、いやいやいやそういうの関係ないですからみんなと違って、私そう、そこ、そういうなんかそういうので見てないんで、はい、みんなと違ってうん、コンパクトに可愛い、確かに確かにコンパクトに可愛い、うん、言えてる、うん、確かにね、うん、あー小柄な子、あでも私その背が小さい人が好きなわけではないんだけど、たまたま好きになった人が小柄だったのかなそう、うんうん、そうなんだよね。あ今日の髪型めっちゃ可愛いんですよ、ハーフアップで編み込みハーフしていただいて、ちょっと大人っぽい感じ。今日衣装がなんか私服っぽい衣装だったのでこんな感じ、ふわふわにしてもらった、うん、なんかこういうふわふわ系の髪型に最近ハマってるんですよ多分みんな、ちょっと薄々気づいてたと思うんですけどそう、なんかふわふわ系の髪型最近してて、ふわふわ系の髪型するとすっごいなんかちょっと明るくしたくなるんだよね髪、そうそう、うん、似合ってる、ありがとう。この間の思い出公演でポニーテールしたじゃないですか、ポニーテールしたんですけど、あの日もポニーすごいふわふわにしていただいて、まあ私の好きなアイドルを真似してるだけなんですけどね。そうなんです。ポニーテール揺らしました。そう夜公演。昼夜同じ人の真似したからねちなみに。そうなんです。なーになーにの方です
なーになーにのアイドルさんです、今流行りのうん、そう、この間の結構前にやったあのハーフアップのこの三つ編み込みハーフアップん編み込みハーフツインもなーに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 の方ですうん、はい、流行りに乗っちゃいましたもうねこの間そうメンバーと話してて、なんか今年もしね、今年もしフェスに出演させていただけるなら、もう本当に他のアイドルさんをもういっぱい見ようって、そう絶対見ようねみたいな、見まくろうみたいな、そうってメンバーと話してて、だから今年のフェスもし私も出ることができるのならば、多分みんなと同じところで湧いてるかもしれない確かそう、まあいつもなんですけど、でも去年とかはすごい抑えてて、だいぶフェスで他のアイドルさん見るとき、そうね、いろんなフェス出たいです、私もすっごい抑えてたの、うん、なんか多分騒いメンバーが騒ぐと怒られるから、そう一応手振りだけで抑えてたんですけど、もう今年は本当にはっちゃけたい、うん、抑えてます、抑えてますだいぶそう、だから一回くらいは本当に全力で楽しみたいアイドルを、うん、そうそう、私のために最善お願いします冗談だけど、そう去年はね、ちょ米フェスはすごく騒げたんですけど、はい、まあ、今年は全力で全力でオタ活します私うん、だから今年はね、みんなも NGT のフェスでもう大湧きできるように爆湧きできるように盛り上げたいです、うん、そうそう、そんな話をしてたな、公演、この間の公演で、うん、ね、今年はいろんな他のグループのアイドルさんともちょっと仲良くなるのが目標、うん、私こう見えてなかなか話しかけられないんだよね、話しかけられるんだけどなんか話しかけられないのそう、でも今年ははい他のグループさんと話す、うん、そうステージ裏でいっぱいオタ活する私写真撮りまくるはい、頑張ります、そうなんです、いやもう今年は会いたいアイドルさんがいっぱいいるんですよ、もう本当にいっぱいいるの
いっぱいいますので、わかった、ガンガン行って出番忘れないようにする。出番だけは忘れないようにします。だからさ、なんかやっぱもともとその友達みたいな強くないですか。たまにメンバーでもともと友達だったみたいな、このあのアイドルさんと、え、もともと友達とはって感じ、何それ、超羨ましいんだけど。うん、そうそう、私友達にアイドルは、アイドルの友達いないので、うん、それすごい羨ましいなと思う。うん、いいな。でもね、私もこうやって結構もう長く、結構長く活動させていただいてて、お仕事をご一緒させていただいたメンバーさんも結構いらっしゃるので、はあ、話しかけに行けるように頑張ります。うんうん、アイドルって最高だ。なんかフェスってさ、なんか特典会みたいなのありません？あれ、私もやりたいな。あ、なんかチェキ取ったりできるんですよね、話せたり。え、めっちゃいいやで、私たちもやろう。そう、チェキとか取りたい、本当に羨ましい。チェキ取りたいね、チェキ会やりたい。そう、特典会楽しいよね、楽しいよね、絶対あれ。うん、そう、チェキいいなって。だってさ、え、ライブ終わりとかってことだよね。ライブ終わりにさ、チェキ取れるって、え、超最高じゃない。うん、ね、いいよね、楽しい、すごい、みんな経験者なんだ。わあ、経験者だ。経験者だ、誰だろう。やりたいよね。そうそう、なんかすぐ感想言えたりさ、あのいいよね。チェキ取りたい、チェキ、すっごくチェキ取りたい私。何にしようかな、何でチェキ取ろうかな。そう、写真欲しいな、すごい写真欲しい。握手会の次に写真なんか写メ会みたいなのやりたい。で、その写真絶対私に送ってほしい。撮った写真いつも送ってもらってるんですけどね、私。そうやったじゃない、あの大釜とかで、うん、去年、あれ去年の秋か、え、一昨年、去年だよね、2022年、え、2023年じゃないか、2023年、え、一昨年、2022年の10月だっけ、なんかツーショットみたいなの、2023年じゃん、あって、おととしなの、怖っ、ひー、そりゃ時の流れは早いわ。そう、あのツーショットまたやりたい、え、やろう、もうアクリル板とかいらないからさ。あ、
そうだアルバムだ。買って、イエーイ。これね。これやりたい。あ、確かになんで両側なんだ。楽しいよね。デカハート。わかる。待てない。私も。うん、おすすめのポーズ。何やりたいポーズ。私何でもいいよ。これでもいいよ。って。これとか。感じ。見つめ合うやつとか、うん、やりたい。ポーズ考えとこ。100個くらいレパートリー。あ、ラーメン。いいね。楽しみ楽しみ。全然匂わせじゃないです。なんかさ、私が喋るとなんか匂わせみたいになるよね最近。あの、全然そんなことないんですよ。そう、ごめんなさい。むしろタツ同士ポーズ。タツってさ、何ポーズ。こう竜、うん、難しい。あ、痛い痛い、指つりそうになって。言わせなら嬉しいよ私も、うん、キャンディーは言わせた。ショールームで、ね、でも天使の尻尾もやりたいな。風船をあげたい。天使の尻尾はね、あの春香村村民会議の時にずっとやってたから、私じゃないけど、 その印象。恋はいたずらな天使の尻尾、すっごい、なんか私さ、あの春香村村民会議をずっとやってたから、天使の尻尾が流れる、天使の尻尾が終わると口移しのチョコレートで出そうになっちゃうんだよね。ちゃんちゃかなんちゃんちゃんちゃん。そう、すごい、もうセトリずっと一緒だったから、変わらずで、そうそう、ずっと一緒だったから、あのもう脳内で勝手に口移しのイントロが流れてくるの。そう、そうそう、懐かしい。うん、わかる。何度も出そうになった。そう、もうなんかすごいこれあるあるなんだけど、その公演でやってた曲とか、その公演の曲の流れとか、すごい脳内で勝手に流れちゃうの。この曲の次はこうだとか、からさ、あの去年のツアー、一昨年のツアーとかさ、ツアーでなんか最後の方メドレーやったじゃん。そうそう、メドレーやったから、そのメドレーとか超流れるんだよね。タッタッタララランタッ、おおおおおおさん、あれ待って、今急に忘れた。
てん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 、そう見てもう染み込んでる、うん、頭から離れないのです。わかる、そうだからサメカツナも超染み込んでる。早送りカレンダーから、みたいな。ユナおじげん、ユナコ超元気だよ。ユナコとは相変わらずアイドルの話してます。そうサメカツナもね、そうだけど、うん、あとリバイバルの2部とかあのチャン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 もう焼き付いてる、あと脳裏に焼き付いてます。リバイバルとかもねずっとやってたからね、本当に残る、うん、じゃーん、ちゃ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 ーん、ちゃ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 ーん、ちゃ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 めっちゃ痛かった。ミラーボールありがとう。そうなんです、あー公演したい、公演したいな、でも大丈夫いっぱいあるからあーまた来た、ありがとう。次何踊ろうかな、涙水どれではいいの、そうなの、23、25とあります。24はパーティー、23思い出、24パーティー、25思い出、さやの卒業公演、うん、あさやの卒業公演やだやだ、さやがいなくなるのやだ、どうしよう私もう困ってる、うん、だよ、サメカツナが2人になっちゃう、あもうダメだ私多分、あのなんか本当にくっちゃくちゃに泣くと思う、いや泣きません、やだもん
カナになっちゃう。卒業しないでっていつも言ってる、願ってる。サーヤとの思い出を語ったら何時間も喋れます寂しい。ね、同期だしね。そうなん、なんか、まあ、卒業してもすごいずっと仲良しでいたいな、仲良しだといいなと思うんですけど、そのやっぱ一緒にもう活動同じステージに立ったりはできなくなるじゃないですか。それがすごい寂しいなと思う。もう私そっか、え、サーヤってさ23出ない？もしかして、え、もしかしてなんだけど、え、もしかしてだけど、もしかもしかしてだけどさ、もうあと次卒業公演、私、え、眠りなんだけど、もうなんで、ね、なんで、もう嘘でしょ。うわぁ、もう卒業公演なのか、あと、もしかしてだけど、嘘じゃん。まさか同期がこんなに、同期がこんなに急に卒業していくと、もうダメです困ります、そうなの、壁車がね一列になるんですよ減るね。なんかすごい急にびっくりしちゃう、本当に急に減ったから。そうなんですよ。しかもね、もうどん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 若い子が増えて、いやー、なんかすごいね、3期生とか4期生見てるとすごい、なんかすごいなと思うすごいなと思うって、なんだろう、もっともっと頑張りたいなと思うよ。なんかまだまだNGT を引っ張って、これから引っ張っていきたいって思ってるからさ私はこれからだって思いたいけどさそう、いや、これからだよね、これからだ、これからって思っていいよねこれからって思っていいですか、これからだって思っていいんですかね、私私はそう思いたいんですけど
いいよね。そうだよね、これからだよね。ありがとう、分かった、頑張る。いや、私は頑張るよ。でもみんなはどう思ってるのかなって。私は頑張りたいんだけどさ。これからだぞ本当に。そうだよ、頑張りましょうみんなで。そうです、私はまだまだ頑張るんだ。そうですよ、まだ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 頑張るぞ。そうだそうだ、まだ加入したばっかりだ。そうだぞ、むしろね、これからみんなで3期生も4期生も含めてみんなで頑張っていかなきゃだからさ。なんか、うん、本当に公演とかももっと頑張って公演見て好きになったよとか思ってもらえるように、公演見れば見るほど、あ、私のこと、あ、好き好き好きってなってもらえるように。そう、頑張ります。です。じゃあランキング読みます。ランキングコーナー、はーい、ななみの73位、なんて読んだらいいのかな、 Y マッツ、ありがとうございます。13位、シンゴ、ありがとうございます。あ、これ変わったね、変わったかな、大丈夫かな、このまま読みます。12位、タカノン、ありがとうございます。11位、みちおちゃん、ありがとうございます。10位、ハードチューンズヤス、ありがとうございます。9位、くるりんぱ、ありがとうございます。8位、りょうすけ、ありがとうございます。7位、えちごん、ありがとうございます。6位、お酒、ありがとうございます。5位、スキャット、ありがとうございます。4位、クラゲ、ありがとうございます。3位、日焼け、ありがとうございます。2位、みったん、ありがとうございます。1位、タワー、ありがとう。 NGT49 カズ、ありがとうございます。じゃあ、また明日はお仕事頑張ります。またね、ありがとう、今日も。明日も頑張ります。おやすみなさい、ありがとう。